いよいよ女子の世界の頂点、個人総合の争いも3種目目に入っております。反的前方宙返りですね。これもちょっと珍しいですね。横向きの前方宙返りで平均台の上に座って、あ、落下しました。ちょっと惜しいですね。一般的に平均台というのは、まあ、立ってると10センチの上ですから立ってる方が難しいような気される方多いと思うんですけれども、はい、やはりその上で転がるっていうことはもっと難しいんですね。この判定は2種目終わったところで4位タイだったんですが、今の落下でこれメダルの可能性消えましたね。そうですね、ちょっと厳しいですね。この辺りの連続技は見事です。団体3位の銅メダルは1個持っていますが、この判定その場での候補審審中台、なかなか細身の選手ですけれども強いですね。152センチで41キロです。2回ひねり、そうですね、はい、後転跳びの